これがうちなんちゅうの踊りというものか。視聴者もその前に驚いていたようだ。9月27日放送の NHK 連続テレビ、小説、ちむどんどん第122回では、ヒカ優子、仲間ゆきえが、戦争で亡くなった姉、ジメグミを思いながら、琉球舞踊の、浜マチりを披露する姿が描かれた。その流麗な前に視聴者が感動しつつも、疑問を呈する場面があったという。 昭和60年1985年5月故郷の沖縄やんばる地方に里帰り移住していたヒロイン青柳洋子黒島結菜のもとに東京から大場の大城房子原田美恵子が訪ねてきた房子は横浜鶴見で沖縄県人会会長を務める平三郎片岡鶴太郎からの依頼により洋子の母親である優子に会いに来たのだった その目的は、優子のことを探していた、大阪五郎、草刈正雄なる人物を優子のもとに案内すること。戦後、沖縄から東京に移住した五郎は、優子の亡き姉、ジ、恵みのことで、どうしても伝えたいことがあるという。娘の悦子、草刈真まを伴って、日陰を訪れた五郎は、妻の遺品から見つかったという一本のジーファー。 沖縄のししを差し出しあなたのお姉さんのの最後を見取ららせてもらいましたと説明。沖縄線の最中、ある小屋の中で大けがを負った時恵めぐみに出会い優子への見捨てたんじゃない必死に探したけど見つからなかったとの伝言を授かっていたのである五郎は四季を悟った時恵めぐみからおにぎりを分けてもらいながら 水が欲しいと懇願するとき、めぐみに自分の水をあけてあげなかったことを心底悔いていました。涙ながらにごめんなさい。本当に申し訳ありませんでしたと謝罪する五郎に、優子は生きているのか死んだのかさえもわからなかったとき、めぐみの最後を伝えてくれたと感謝し、最後を見とってくださりありがとうございますと頭を下げていたのです。テレビシライター 最終回まであと3回という瀬戸際まで来て沖縄戦の話題を盛り込んできたちむどんどん優子と五郎の会話に感動しつつもなぜこのタイミングでといぶかる視聴者の中にはヒロインが喋らないとこんなに良い話になるのかと皮肉る向きも少なくなかったようだ五郎から姉・じ、めぐみの最後を聞いた優子は 時恵みの形見であるジーファーを頭につけて沖縄舞踊を披露三女の歌子上白石萌歌が歌う「沖縄ミニオ」の「ハマチド節」に乗せて雑踊りの傑作とも呼ばれる「ハマチドリ」「チジュヤー」を舞ったのであった。